お疲れ様です。ガソリンすっげー上がってるよね。ジャンクスタイルです。皆さんの地域いくらですか？今私の地域はね、だって168円から170円かな、ちょっと安いところでね、170円越しちゃってるとこもあるかな。でクーポンなんかもあったんですけど、今までもね、なんか今月からあの値引き率っていうか、クーポンのね値引き率が減っちゃって、今まで 2,3 円だったのが1円しか変わんなくなって、なんかいろんなほらなんガソリンスタンド発行のカードとかあるじゃないですか、それ使ってもほとんどねなんか値引きがねなくて、で隣の地域に行くと15円ぐらい安いんですよ。15円以下かな。なので最近ね、日曜日にちょっと隣の地域、遠出じゃないけどね、行って入れるっていう感じにしてるんですよね。っていうのが土曜日とかね、今あってお買い物回っちゃうからね。なんで、まあ日曜日に入れますよっていう感じにしてるんですけど、で普段行かない地域なんで、ついでにね、回っちゃう。ガソリンせっかく安く入れても、回っちゃったら一緒かな？一緒じゃないよね。多分、まあそれでもまあ全然隣の地域にで入れる方が15円違うからね。全然安いとは思うんですけど、今からあれですよ、エアコン使うからまた燃費がどんどん悪くなっちゃってね。いよいよあれですか、皆さんハイブリッドとか電気自動車の時代ですかね。まあ、あの、家の車っていうかね、は、あの、ボクシーなんですけど、私のその足代わり通勤用だったり、そのなんだいろいろ回る時の車は、足代わりの車ね、は、あの、K なんですよね。担当カスタムなんですけど、結構詰めるからね、あれ。で、燃費もいいんで、してるんですけど、さすがにね、ちょっと、あの、エアコン入れちゃうと、燃費も落ちるし、どうなるんだろうね、今後ね。だからもう、軽じゃないと無理だわ、これだけ、あの、距離回ってるとね、ガソリン代だけで破産しちゃう。もう、ボクシーなんかは、もう、ちょっとした買い物とか乗れないっすね。ボクシーでも、割と、燃費いい方だけどね。なので、今日はね、その、今週と先週か、先週の土日で回ってきてね、いろいろと買ってきてるんで、そちらをね、紹介しようかなと思います。まあ、まずは、あの、私のチャンネルを見ていただいている皆さんにはご興味がないであろうフィギュア関連から紹介したいかなと思うんですけど、これはどこだ、セカンドストリートかな、900円で買っちゃってますね。あの、ベーシックフィギュアってやつ、スターウォーズのね、なんですけど、こうでパルパティーンがいて、ダース・ベイダーがいて、ルーク・スカイウォーカーがいてっていうか、もうラストシーンっていうかね、ラストシーン直前っていうかね、のなんですけど、ずっと反射して見づらいね、ごめんね。ちょっとジオラマチックなやつになってて、これ900円安いよなと思って、箱傷んでるんですよね。ちょっと破れなんかもあって、どっかあったよな。なんですけど、まあ900円だったらいいかなとか思って買っちゃってますね。っていうかこれ反射するからね。で、スターウォーズ関連でいうと、こったのも買ってますね。これもベーシックの一部かな。なんか電池が入ってて光るらしいわ。ですね。これは800円かな。ホビーオフで買ってますね。まあ、スターウォーズ関連もまたちょこちょこっと集めてはいるんですけど、なかなかね。で、安いところはすごく安いんですけど、こういったのもね、高いところは高い。そりゃそうだよね。なんでちょっと集めづらいですけど、また、前はね、すごく、あの、ベーシックフィギュア集めてたんですけど、あの、家を新築っていうかね、した時に、自分家のっていうか、書斎のね、棚を作りたかったんですよ。で、棚が、だいたいね、3万円じゃないね、5万って言われたのか、5万って言われて、その時売るものなかったから、スターウォーズ関連全部売っちゃって、でもなんか二足三文で買い叩かれて、全然足りなかった。今考えたら、あの値段で売るぐらいだったら取っときゃよかったなって感じなんですけど、そうだから、私が大学生の時かなに、またエピソード1ぐらいから始まってって感じで、ベーシックフィギュアね、集めてたんですけどね、売らなきゃよかったよ。テレビアニメやってて、刀鍛冶の里編ですか、あの、また私の中で第5次ブームぐらいの鬼滅のブームの波がやってきて、今までそんなこうフィギュアとか手出しなかったんですけど、すっげえ安いのね今なんで、ちょっと買っちゃってますね。だから、あ、安いな、もう鬼滅のフィギュアってすっげえ安いんだとか思って、なんとなくね横目で見てたのをなんか買い漁って、すっげえ安いよ。
君島さん、なんか300円とか500円出せば、なんか大抵のもの買えちゃう。これ。みつりちゃんのね、顔がね、これ、多分プライズだよね。プライズフィギュアにしたら全然いいっすもんね。こんなんだから、2、300円っすね。500円で買った、あ、これか。この肉足赤座ぐらいで。ねずっちも300円とかでしょ？すごいいいよね、今。だから、あ、そう、これ、昔、なんだろう、第一次ブームぐらいの時はすげえ高かった。SPM の善逸なんかね。なんかね、これ200円とかですよ。なんで、ちょっとね、買っちゃってるんですけど、ま、ちょこちょこっとね、集めようかな。どこに置こうかな。フィギュアまで置く場所を考えてなかったからさ、ガンプラよりも結構場所取りますからね、フィギュアって。まあ、こんな感じで、鬼滅のね、集めてますけど、まあ、こういった、ちょっとね、プライズ系はね、あっさりとしてるんで、表情いいけどね、あっさりしてるんで、ちょっとリペイントをいつするかわかんないけどね、やろうかなーなんかも思ってるんですけど、時間があればね、その前にお前、ミニカーのカスタムやれよってね、聞こえてきますよ、皆さんの声は。はいはい、すいません。で、隣の地域ね、回ってる中で西松屋があるんですよね。で、その辺の、ね、西松屋さんはね、結構ホットイールとか、入れてくださってて、私が住んでる地域には全然ないのに、で5カーパックね買っちゃってるんですけど、これ在庫ゼロにするとまた入るっていう噂は本当かなと思いながら買ってるんですけど、ねここ2週間でアクションばっか3つ在庫ゼロにしようと思って買ってるけど、さすがにこれもうもう結構集まってきちゃったしな、でも GT ハンター入ってるしなとか思って、これねこれ GT ハンター私の好きなやつ、チルミルとかハイビームとかあるからさ、買っちゃったな。でも高いんすよね、1300円ぐらいすんのか、高いよな。うわこれだけ3900円か、うわそりゃ金がな。でバットマンの、ファイブカーパックも買ってますね。これ実は持ってるんですけど、日本に入ってくる前かな、わかんないけど、雑貨屋さんの方でね並行輸入品をね買ったんですけど、その時は、いくらだっけ、3000近かったような、2700円ぐらいかなしたと思うんですけど、まあそれが1300円で買えるならいいかなとか、まあ、2個目だけど、1個目ねこれなんかぶら下げてたんですよ、私ここフックでねぶら下げてたんですよ。だからどんどんここへたってきちゃって、もうここブニューってなっちゃったんで、まあ、それもあったんでね買ってますっていうか、どっちにしろ買ってるんですけどねだから5カーパックはねぶら下げるとき気をつけた方がいいね。結構お店でもぶら下がってるの、なんでだろうね、私のやつここがこう傷んじゃったんですよね。なんでまあ買い直しっていうか、ね、どちらにしても買ってるんですけど、在庫ゼロにするためにね。で西松屋さんにね入荷になるね曜日もね把握できたっていうか、西松屋マニアの西松屋ばっかり行ってるっていうかね、西松屋好きの知人からね教えていただいたんですけど、絶対言わないからね、何でもかんでも私が情報を漏らすと思うなよっていうか、人から教えてもらった情報っていうのはね、やっぱ許可なくは言わないし、なんだろう、自分が発見したかのように言いたくないし、何でもかんでもねこう喋ってるようで実は秘匿にしてるところもあるんですよ。だからね皆さん私に教えてくださるんでねまあ穴場の店とかねあるんですけど、そういったの絶対言わないようにしてるからね。西松屋ときたらバースデーでしょうということで、先週のね日曜日かな、で私らの地域だと火曜日から木曜日の間のどれかなんですけど、入ってたモンスタートラックなんですよね。だから先々週かの土曜日に発売されたやつだ。まあアソートがなんか知んないけど土曜日ぐらいに入ったっぽいっていうのを聞いて、で知人がねツインミルゲットできましたウェイって画像をね送ってくださったんですけど、どうもねなんか2ケース入ってるっぽいんですよね。なのでちょっと残り物がないかなと思っていたら結構あってあれもこれもってしてたら、またねなんか複数台になってお金も使っちゃってるんで、ちょっとね絞って買ってきたんですけど、よいしょ、ビッグフットね、これ何台目だろう、ちょっと数えるのが怖くてもうわからないわからない見たら買っちゃうよね。あ、なんかスターウォーズ関連のフィギュアまだあった。これ、この中、なんだ、バースデーの袋に入れてた。
これストームトルーパー、これ300円かな、10分の1フィギュアとかってプライズ系だったと思います。これは何かあってもいいからね、安価で、まあ300円ぐらいだったら全然欲しいし、今ちょっと値段上がっちゃってるよね。前の300円ぐらいでゴロゴロしてたのに、これ並べたいっすよね。違う話が脱線した、ごめんね。ちょっとミニカーゾーンに入ってたのにね、動画が。でドラバス買えちゃった。ドラバスがね、買えちゃうってすごいよなと思いつつ、よいしょ、もう一歩ドラバス。だから2ケース入ってるからドラバスも2台あんだね。でこれでね、2回アソートに入ったんですよね。で前回のアソートが先月かなだったと思うんですけど、その時に3台変えてて、今回、まあ、6月のアソートで5台変えてるんで、全く同じものなんですよね。前のアソートなんで、この時のやつね、あのウインナーがあったり、ファイブアラームの金ピカがいたり、コルベットがいたね、なんですけど、全く同じものがね8台になっちゃった。8台買いすぎだろうと思ったけど、あるのにね、なんかね、スルーするのもなーって。で発売っていうか、まあ、入荷からね1日以上経過してると思うんで、まあ、買い占めじゃないだろうと。ご近所さんのマニアでね、あの欲しい方は買ってるし、実際ね、あの何台かねもうない状態だったんで、残ってるから、まあ、買っちゃってもいいよねとか思って、だから買い占めじゃないぞ。まあ、あとこちらですね、レースエース、今回、まあ、ツイミリもめっちゃ綺麗だったんですけど、これ今回のアソで私一番気に入ってたのがやっぱレースエースですかね。金ピカ仕様で、これめっちゃ塗装が綺麗なんですよね。ホットウィールでなかなかないぞって感じの塗装なんですけど、うん、これいいよなと思って買っちゃってますね。だから4台ですね。まだたくさんあったけどね、ちょっと増車は控えました。まだいろいろあったな。あとそうだ、ごめん、めっちゃね準備が悪いんですけど、これ買ってたわ、西松屋さんにもモンスタートラック入ってて、ウニモグですね。あれはいつのアソートなの、多分今回のアソートのやつだと思うけど、前のアソートに入ったから分かんないですけど、これとりあえずあったんで買ってますね。でこの後バースで行ったらウニモグ2台見つけたけど、これも前のアソートの分もあるし、今回のアソートでも結構買ってるから、しかもバースデーさんちょっと高いんですよ。869円だから、西松屋さんがね700円台なんですよ。700数十円、600円な数十円の消費税だから分かんないけど、750、60円だと思うんで、まあ、そこで買っちゃってたんでね、もういいやと思って買ってないですね。なので1,2,3,4,5 台買ってますね。5台とはいえこれも4000円ぐらいですかね。まあでも思い切って買ったっていうのが、多分7月はモンスタートラック発売ないのかな。でも今私も正直ね、あのプレミアム系でもそんなに複数買いしてないし、複数買いするのってモンスタートラックぐらいなんですよね今。なのでもうここぞとばっかりもういいや、もう来月ないから買っとけみたいな感じで買ってますね。まあ複数買いするとね、なんかごちゃごちゃ言われちゃうんで、できるだけね言わないようにねしてるんですけど、それでもプレミアム系最近そんなに複数台行ったっていうのないよな。やっぱモントラーぐらいですかね。あ、でも7月1日ブールバード発売なんですけど、まあ何個かね、あの複数台行ってますけど、まあ、あの常識の範囲内でしか買ってないですよ。高いからね。まあ土日2週間分でね、買ってきたものをね、いろいろと紹介してったんですけど、どうでしょうか。ファイブカーパックとモントラばっかだね。ファイブカーパックもあれだよ、これ2週分ですからね。まあ、必ずしも入るとは限らないんで、って感じですね。ゼロにするとね、次入るっぽいね。あとまあフィギュア関係もね、あのスターウォーズはぼちぼち集めてますし、鬼滅の刃もね、あの安ければね、できるだけ、まあ顔が似てないのが結構あるからね、顔見ながらちょっと買おうかなとか思ってますね。あとね、中古でもいろいろとミニカー買ってるんですけど、それちょっと別の動画にしようかなと思って、まとめてアップしたいなと思って、今日はね、中古フィギュアと、あの西松屋とバースデーの購入品だったんですけど、まあちょっとちょこちょことね、中古のミニカーも買ってるは買ってるのは買ってるけど、
まだね、なんとなくまとめて紹介しようかな、もうちょっと数がたまってからなとか思ってるんで、たまにいらっしゃるんですよね、私の中古買いの成果が見たいという方がいらっしゃるんで、その方々のご期待に応えるようにね、また動画作りたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。じゃあ、ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。